東京モノレール線系電車は東京モノレールのモノレール車両。1989年7月に営業運転を開始した。6両編成16本が製造された。1012号車の車内車端部の座席。中央手前は手荷物置き場東京モノレールの車両はボギー車となった500系以降、4両編成または6両編成での運転としていたが、この線型は 当初から6両の固定編成で製造された。車体は先頭が傾斜したスピード感のある形状で、これまでの増結用貫通扉を設けたスタイルから一新した。非常用扉が右寄りに設置されているため、運転室は広く貫通路は右にずれている。ドアは幅広の片開き式で片側2箇所に設置している。座席は4人掛けボックス式のクロスシートを主体とし、 車端部に二人掛けシート、先頭車の運転席後ろには、カズド席もある。車椅子用に四人掛けの一部を二人掛けにしている、箇所もある。また、運転席後ろの席は、運転席側を向いており、前後型の展望を楽しめる。東京モノレールが採用した日立アルベーグ式では、タイヤ収納ボックスが、車内に張り出し、床に段差ができるのが特徴だが、統計式では、 張り出しの上にシートを置き、高い位置からの展望を楽しめるように配置した。また再リニューアルと性編成を中心に、横長の LCD 案内表示器が千鳥配置で設置され、ドアチャイムも若干変更されている。制御方式は、従来の抵抗制御が踏襲されたが、ブレーキシステムは電気指令式とされた。6両全車両が電動車で最高速度は、 時速 80km である。2002年9月からワンマン運転を開始した。それに伴い自動放送を開始した。羽田駅が終着駅だった時期にフロントガラスの運転台下の部分にローマ字兵器の行き先表示板が設置されたり、その後試験目的で車掌台側の車両番号表記の上に LED 式の行き先表示器が設置されたことも あったが、ほとんどの列車が、モノレール浜松町羽田空港間の通し運転だったこともあり、効果がなく、いずれも撤去された。2004年に、快速列車の運転時間帯を拡大した際に、各車両の側面に LED 式種別表示器が設置されたが、行き先表示は省略されている。また、1993年9月27日の、 整備場駅羽田空港駅の開業に先立ち、現在の天空橋駅近くの近く間に設けた開口部から本形式に編成がクレーンで吊り下ろされ、新鮮区間の修熟訓練運転に用いられたことがあった。当初はクリーム色に赤帯の塗装だったが、2000年12月より白地に青、オレンジ式体の塗装へ順次変更された。その後、 この登場時の塗装は2014年で東京モノレール開業50周年を迎えることから記念事業の一環としてヒストリートレインとして第15編成1085回で復元され2013年6月12日から運行を開始したワンマン運転開始と前後して編成全体を広告車両とした車両も登場しており ロッテの中ンガムの広告車として2編成がコント、緑一式の塗装に変更された。2007年現在は広告掲載はしていないが、塗装はそのままとなっている。また第4編成、1019回が特別塗装として、東京モノレール開業時に、初代車両の100系、200系、300系、350型に施されていた、車体塗装を第9編成。 1049回が2014年に500型に施されていた車体塗装を復元している。なお、2015年11月より白色車体の扉周りに緑色、水色、青色の塗色を行った再リニューアル塗装の運行が開始されている。800系以前の車両は製造から10から15年で車両代替が行われ。 1000型は初期型の登場から20年以上が経過した2013年時点でも、東京モノレール在籍車両の8割を占める主力形式となっていたが、老朽化が進行しているため、2014年7月18日より、営業運転を開始した新形式である1万型への置き換えが順次実施され、全車大体廃車される予定である。ありがとうございます。